ステラは2011年にデビューした韓国の音楽グループ。デビュー当初はシンファのエリックがプロデュースを務めていたことなどで注目を集めた。2011年8月14日にファーストシングルロケットが R でデビューした後、ステラはメンバーの変更を経て2012年2月にはセカンドシングル UFO をリリースした。2013年には音楽チーム 物取りの制作の下で、新曲、スタディをリリースし、ガオンチャートのデジタル部門でトップ100に入るなど、一定の成功を収めた。続く2014年2月にリリースされたシングル、マリオネットのメガボルトでは、その角に露出の多い衣装が物議を醸したが、それが引き金となって、ガオンデジタルチャートでは最高で35位を記録するなど、一躍知名度を高めた。 このメガボルトで見せたセクシー路線の方向性は後にリリースされたビブラートやスティングなどにも引き継がれた。その後メンバーの編成を経て活動を行っていたが2018年2月25日にソウル市内にてファンミーティングを開催しその場において正式に解散を発表。約7年間の活動を終えた。 ステラーのデビューは2010年頃から構想されており、当初の想定では、日本人の練習生を含む、計6名でのデビューが予定されていたが、しかし、同時期に、韓国の視聴者参加ツアー、一泊二日への出演や、ドラマ、ポセイドンへのキャスティングの決定などで注目を集めていたキムガヨンが事務所との専属契約を結んだ、ことにより、構想は5人組グループへと変更された。 その後、余曲説を経て、最終的なメンバーは、ガヨン練習生の、チョン・ユル、そして、同事務所の音楽流を、ハニー・リュウのメンバーだったすると、ジョアの四名でのデビューとなった。ステラは二0 1 1年八月十四日に、リリースされた、デビュー曲、ロケットが R でデビューを果たしたが、二0十二年一月には、メンバーのイスルと、ジョアが、ハニー・リュウでの活動への専念のためだったし、 新たなメンバーとして、標本とミンヒの二人が加入することが発表された。2012年2月8日には、セカンドシングル、u f o で初のカムバックを果たした。2013年7月11日、ステラはサードシングル、スタディをリリースし、ガオンデジタルチャートでは初のトップ100入りを果たすなど、一定の成果を収めた。しかし、当時知名度が低かったステラは、 イベント等にも出演できず、交通費もなく、食事も一人分を4人で分けて、食べるほどの深刻な資金難に陥っていた。2014年2月12日、ステラは、ファーストミニアルバム、マリオネット及び、同名のタイトル曲となる4枚目のシングル、マリオネットのメガボルトをリリースしたが、メガボルトにおけるメンバーたちの露出の多い衣装は、多くの物議を醸し、また、 メガボルトと音楽番組でのパフォーマンスが R19 指定を受けるなどしたが、それでもマリオネットはガオンデジタルチャートとビルボードの K、PO チャートで最高でそれぞれ35位と34位にランクインするなと高い売り上げを記録した。ステラはその後の2014年8月と2015年3月にそれぞれシングルマスク、フールをリリースしたが、 メガボルトは以前ほどの戦場性がなかったこともあり、思うような結果は得られなかった。しかし2015年の7月20日に、リリースされた新曲、ビブラートでは再びセクシーな衣装での登場となりまたも議論の的となるも、メガボルトは音楽配信サイトでのメガボルト、ランクインで1位を獲得するなど、またしても多くの注目を集めた。 2016年1月18日、ステラはセカンドミニアルバム、スティング及び同名のタイトル曲、スティングでカムバックした。アルバムには以前にリリースしたシングル、ビブラートも収録されていた。アルバムの制作費用の一部は、韓流クラウドファンディング、メイクスターが主催するキャンペーンの一部によって支援された。当初の目標額は8418ドルだったが、 わずか3日間で達成され、最終的には目標額の422%である35,510ドルの収益を集めることに成功した。また4月1日にはステラはソウルのイエス24ムーベホールにて4月22日にデビュー後発となる単独ライブを開催することを発表し、当日にはマリオネットやスティングなどの様々なパフォーマンスを披露したほか、 ライブの模様は、アルレイ TV、アルレイ TV モービル、GOLIVECONCERT.com などの様々なウェブサイトでライブストリーミング配信された。2016年7月28日、ステラはセブンスシングル、クライングをリリースし、またそのプロモーションでは、ツイッターの公式アカウントにて、グループでは初めてとなるメガボルトのティーザービデオを公開した。 ニューシングルの制作には、前回のミニアルバムのスティングに続いて、メイクスターの一般向け資金調達プロジェクトによる支援もあり、当初の目標の532%に当たる53,593ドルが支援された。また8月27日には、日本の東京でショーケースを開催し、日本デビューを果たした。2016年12月3日、ステラは、ステラセカンドコンセール。 アフターストーリーと題する2度目となる単独コライブを開催し、また24日には日本にて初めてのライブ公演を行った。ステラは2016年末の12月26日にサードミニアルバムの制作のために3度目となるメイクスターの資金調達キャンペーンを開催し、予定した目標額の10倍を上回る資金を得ることに成功した。またステラは 2017年3月25日には、ブラジルのフォルタレーザにて、特別サイン会を開催。26日には、韓国の女性アイドルグループとしては、初となるブラジルでの単独コンサートを開催し、チケットはすべて売り切れとなる、約1000人の観客の前で舞台を披露した。5月17日にミニアルバムのリリースは6月下旬となること、また新メンバーが加わる。 可能性があることなどが明らかにされ、翌日の5月18日には、新メンバーのソヨンの加入が発表された。6月20日には、発売日及び、アルバムと活動曲のタイトルが発表され、そして6月27日、サードミニアルバム、ステライントゥーザワールド、及び、タイトル曲、アーカンジェルズ・オブ・ザ・セフェーラースのメガボルトがリリースされた。8月22日には、 ステラのデビュー6周年を記念して28日にインターステラータイムトラベルスルー6ヤーズと題した特別コンサートを行うことが発表されたがその翌日には契約期間の満了につき初期からのメンバーであるカヨンとチョンユルがグループを脱退することが明らかになったその数日後の26日には新メンバーの4分の加入が発表されたソヨンと4分の2人は 同年に YG エンターテインメントが主催したオーディション番組ミックスナインにも参加したが、いずれも途中で脱落した。2018年2月22日にステラは SNS 上にて25日に最後のファンミーティングを開催することを発表した。そして25日、ステラは元メンバーのガヨンとチョンユルも含めた全メンバーが集まり、ファンミーティングの場にてメンバーたちの口より、 直接、グループとしての活動を停止することを発表した。ありがとうございます。